がある。ぐるりんコースターに乗った私たちはそのまま空へ飛び出してしまったのです。さあ、今日のプリンプリン物語に出てくる乗り物は、まず私の乗っているぐるりんコースター船が来る。君たちもボートピープルですか？ボートピープル？なんだろう。ボートピープルって何ですか？私たちはボートピープル。住み慣れた祖国を捨て新しい世界を求めて船に乗り海を越えて行くのです。住み慣れた祖国を捨てて、どういうことなんだろう。この通り小さな船です。無事に目指すところへ行けるか分かりません。でも一生懸命やってみます。妻や小さな子供のために。さようなら、さようなら。世の中には生まれ故郷を捨て祖国を捨てて命がけの危険な旅に出る人もいるのです。そしてプリンプリンみたいに一生懸命祖国を探して旅を続ける人もいる。祖国、私の祖国は何さに波が寄せるように懐かしさが心を洗う。知らぬ故郷、私の祖国、果てしない海、その向こうのどこかに限りなく美しく、この上もなく清らかな、島だ。どこなの？あれはネチアです。キー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 。空飛ぶ円盤。ネチアに着陸した。ってことはさ、
ネチアは宇宙人の基地なのか？そう。ねえねえ、もしそうだったら面白いのにね。うん、俺たち宇宙人に会えるもんな。どんな人なのかな。本当？おっかない顔してっかな。うん。おばあさま、なんだいネチア。そんなに笑ってばかりいちゃ話が進みませんよ。本当だね。ネチアーナ伯爵夫人って面白い人ね、モンキー。ウィウィキーキー。早い話が空飛ぶ円盤、 あれは偽物。そう、あれは円盤型をしたジェット機なのさ。なんだ、そうだったのか。でもこれは本物よ。どういたしましたでございますですよ。はい、正真正銘のウェディングケーキです。ウェディングケーキですって？そうよ、結婚式のお祝いのケーキ。結婚式でもあるんですか？そうだよ、僕と君とのね。エドロよ。はい、ランカー様。ネチアはまだか？もうすぐですわ。ああ、プリンプリンに会うのも久しぶりだ。楽しみだ。急げヘドロ。はいよ。ゴンドラゴンドリエ、ゴンドラゴンドラ。ネチアンってばね、私と結婚するつもりなのよ。なんだって？本当で、君はプリンプリン？ううん、全然そんな気はないわ。へぇ、ん、あの歌は。お金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 、お金さえあれば何でも手に入る。ドレス、イヤリング、真珠の首飾り、マンション別荘、建て売りマイホーム、なぬ車、飛行機、自家用潜水艦、キャビア、フォアグラ、マツタケに数の子。お金さえあれば幸せになれる。我ら世界お金持ちクラブ。いやね、あんな歌。ミスターランカー。何かね、ネチアーナ伯爵夫人。せっかく大きなウェディングケーキ作ったのに無駄になりそう。ああ、それで？だから結婚してお式を挙げましょうよ。そうすりゃケーキも無駄にならないわ。結婚だと？誰がだ？あたくし。誰とだ？あなたとよ、ミスターランカ。ねえ、いいでしょう。ああ、ご冗談を。助けてくれ。やめてくれ、やめてくれ。あ、ね、おばあさま。やれやれ。この川の右側がジャンで、左側がポンなの。ジャンとポンは戦争してるんでございますですよ。吉田ら。なんだよ、まだな。戦争っておっかねえな。本当だよな。でもここまで来ればもう大丈夫。そしてこの川の上流にはケントッキーという国があって、そこにはプリンプリのお父さんかもしれない人、キングドロベロがいるのです。
私のお父さんかもしれない人。私のお父さん。ねえねえ、私話してほしいの。ボンボン君のお父さんのことを。いいとも、君に話してあげよう。プリンプリン俺の親父のこと。お父さんはいつもニコニコ笑っているんでしょ。いや、親父は気難しい顔ばかり。お父さんはいつも話し相手になるんでしょ。いや、親父は疲れた疲れたそればかり。お父さんはいつも君の味方になるんでしょ。いや、親父はお袋の言いなりさ。ボンボン、君はお父さんが嫌いなの。いや、俺は親父が大好き。いつか俺が悪さをした時、親父は怒った、本気で殴った。そして黙って俺を見つめた。その時見たのさ、親父の涙を。俺は親父にしがみついたんだ。本気で殴った、親父の胸に。ねえねえ、私話してほしいの。いいとも、君に話してあげよう。ボンボン、俺の親父のこと。私、我が子プリンプリンよ。私はお前の父親キングドラベロ、ケントッキーの王なのだ。ケントッキーの国家成長。素晴らしい素晴らしい素晴らしいケントッキー。今は小さなケントッキーだけど、見ておれケントッキー。でっかくなるんだケントッキー。いいどいいどいいど。素晴らしい素晴らしい素晴らしいケントッキー。今は小さなケントッキーだけど、見ておれケントッキー。でっかくなるんだケントッキー。本当にあの人私のお父さんかしら。ねえみんな、どう思う？エドロよ。はい、ランカー様。ネチアはまだか？もうすぐですわ。ああ、プリンプリンに会うのも久しぶりだ。楽しみだ。急げヘドロ。はいよ。ゴンドラゴンドラゴンドリエ、ゴンドラゴンドラ。ネチアンってばね、私と結婚するつもりなのよ。なんだって？本当？で、君はプリンプリン？ううん、全然そんな気はないわ。へぇ。う
あの歌は。お金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 さえあれば何でも手に入る。ドレス、イヤリング、真珠の首飾り、マンション、別荘、建て売り、マイホーム、なぬ車、飛行機、自家用潜水艦、キャビア、フォアグラ、マツタケに数の子船が来る。君たちもボートピープルですか。ボートピープル？なんだろう。ボートピープルって何ですか。私たちはボートピープル。住み慣れた祖国を捨て新しい世界を求めて船に乗り海を越えて行くのです。住み慣れた祖国を捨てて、どういうことなんだろう。この通り小さな船です。無事に目指すところへ行けるか分かりません。でも一生懸命やってみます。妻や小さな子供のために。私たちはそのまま空へ飛び出してしまったのです。さあ、今日のプリンプリン物語に出てくる乗り物は、まず私の乗っているぐるりんコースター。さようなら。世の中には生まれ故郷を捨て祖国を捨てて命がけの危険な旅に出る人もいるのです。そしてプリンプリンみたいに一生懸命祖国を探して旅を続ける人もいる。祖国、私の祖国は何さに波が寄せるように懐かしさが心を洗う。見知らぬ
私の祖国、果てしない海、その向こうのどこかに限りなく美しく、この上もなく清らかな、愛に愛に愛に満たされたところ、それが故郷、私の祖国。島だ。どこなの？あれはネチアです。キー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 、空飛ぶ円盤。あー、ネチアに着陸した。ってことはさ、ネチアは宇宙人の基地なのか？そう。ねえねえ、もしそうだったら面白いのにね。うん、俺たち宇宙人に会えるもんな。どんな人なのかな。ほんと？おっかない顔してっかな。うん。おばあさま。なんだいネチアン、そんなに笑ってばかりいちゃ話が進みませんよ。本当だね。ネチアンの伯爵夫人って面白い人ね、モンキー。ウィウィキヒキヒヒヒヒヒヒ。早い話が空飛ぶ円盤、 あれは偽物。そう、あれは円盤型をしたジェット機なのさ。なんだ、そうだったのか。でもこれは本物よ。お待たせをいたしましたでございますですよ。はい、正真正銘のウェディングケーキです。ウェディングケーキですって？そうよ、結婚式のお祝いのケーキ。結婚式でもあるんですか？そうだよ、僕と君とのね。えー、